どうもこんにちは、志保一世です。台湾に来てもうすぐ5ヶ月が経とうとしているんですけれども、いろんなね、こう有名になるための努力を、続けてきました。今皆さんに見ていただいている YouTube、 これも一つの努力です。でもう一つ、ずっと続けてきたことがあって、高雄、台湾で2番目に大きい町の高雄というところで、ずっと路上ライブを、続けてきました。まあ、路上ライブってね、いいこともたくさんあります。いいこともたくさんあるんですけれども、それでこう何かデビューできたりとかっていうことはなかなかない。そういう厳しい世界です。でもずっと続けているといいことってあるもので、先日ですね、なんと台湾の芸能人のツァイ・グェイさん、こちらの方が、僕の演奏を、ちょっと見てくださいました。はい。でその後に、一緒に、ラーメンを食べて、まあ、今はこういい関係を築かせて、いただいているんですけれども、ずっと続けてきてよかったなっていう、そんな少し手応えを感じる、今日この頃です。ツァイ・グェイさんもどうやら僕の YouTube を見てくださっているみたいなので、はい、少し緊張してます。先日ですね、台湾の飲み物ヘイソンシャーシュー、確かそうです。それを紹介したんですけれども、まあ、日本人にするとすごい味、エアサロンパスの味なんですね。エアサロンパスの炭酸飲料という感じで、ちょっとすごい味でした。で、動画を見た方から、別の味、他の味もあるから試してみてっていうふうに言われて買ってきました。じゃん、これはですね、ヘイソンシャーシー、ごめん間違ってたらすいません。ヘイソンシャーシーの、これはですね、塩味です。エアサロンパス風の飲み物のさらに塩ですよ。エアサロンパス足す塩、これですよ。まあ、美味しいのかどうなのか僕自身もかなり気になったので、ついつい買っちゃいました。今日はね、これは試しに、飲んでみたいと思います。今天我要试试看。じゃあまず気になる匂いから。匂いはやっぱりエアサロンパスですね。はい、匂いは同じです。じゃあね、飲んでみようと思います。いただきます。あ、これは美味しいです。これ素直に美味しいですね。前回飲んだあの塩が入ってない普通のバージョンより僕こっちの方が好きですね。これは驚きです。つまりですね、エアサロンパスと塩混ぜると美味しいってことですね。これは美味しいです。なんかそんなに、しょっぱい塩の味がするわけではない。塩の味はしません。でもなんだろう、キレがいいですね。キレがいいです。あとで嫌な甘さがないですね。あ、これは美味しいわ。コーラより美味しいかもしれないです。はい、ということで、前回飲んだものと匂い、ウェイダオは同じイアンです。でもこっちの方が甘くない。毎日飲んでもいいかもしれない。興味ある方はぜひぜひ買ってみてください。また会いましょう。再见。